スオ大島の空撮写真大島、商泉高等専門学校と小松地区、円形や化粧地区園形スオ大島町は、山口県南東部の八代島に位置する町。一町で、大島郡をなしている。山口県の最東端に位置し、瀬戸内海の西に浮かぶ八代島、及び、周囲の5つの有人島と25の無人島からなる。スオ大島町に属する、有人島は、 全域で合併前からの大技を継続して使用している。合併前の自治体名は住所表記に用いない。元は単独村制であったため大技は設置されていなかった。1956年大島町より無区屋を編入したため同時に旧村域をもって大技区下を設置した。国立県立町立諏立大,大島東端の野保。 田港と柳井港及び松山港を結ぶスオー島松山フェリーが就航している。伊保田港と松山港間は国道437号の会場区間でもある。八代島と離島との間は以下の町営都線が就航している。島内に鉄道路線はなく、対岸の山陽本線大畑駅が最寄りとなる。かつては、 大畑駅そばの大畑港と周大島西端の小松港とを結ぶ国鉄運営の鉄道連絡線も存在したが、大島大橋の架橋に伴い航路廃止されている。傍聴交通が大畑駅をターミナルとして島内で運行している。かつては国鉄バス中国 JR バスが大島線を運行していたが、2007年9月30日に、 撤退し、傍聴交通に一本化された。かつては、傍聴交通により広島行き高速バスが運行されていた。当初は、区画発議だったが、2010年に以降は、大島大橋南端の東瀬戸発着となっていた。周防大,大島の北岸を重走するように、国道437号が貫く。 北西端で本土とつながる大島大橋も国道437号の一部となっている。巣防大,大島の南岸を県道大島環状線が走行しているほか、島内に中小の県道が複数存在する。日本ハワイ民ニ資料館2020年2019新型コロナウイルスの感染が拡大すると、 人が少なく自然豊かという理由でコロナ疎開する県外からの観光客が増加した。高齢者が多い状況から地域の自治会が来島を自粛するよう呼びかける異例の事態となった。同年4月18日、諏訪大,大島町は感染を拡大させかねないとして片添池浜海浜公園のオートキャンプ場の一時閉鎖に踏み切った。ありがとうございます。